株式会社 BSS は、かつて、東京都豊島区に存在し、ファミリーマートグループ内で、ポケットカード株式会社の株券等の取得及び、所有を事業内容としていた企業である。2018年6月29日をもって、会社生産決了。かつては、旧サークル、K、サンクスのコンビニエンス事業のバックアップを主体にしている企業であった。旧社名は、 サークル系システムサービス株式会社。2017年8月1日時点で公式ウェブサイトが削除されていた。旧サークル系ジャパンの管理部門から独立事業化し、棚卸しなどファミリーマートのコンビニエンス事業に関わる業務を側面からバックアップしていたが、2010年以降は店舗運営を主体にしていた。その後、ポケットカード株式会社の株式の公開買い付けを 伊藤中商寺の完全子会社である、株式会社 GIT と共同で行うため、ポケットカードの株券等の取得及び所有を事業内容としていた。かつては、名古屋市交通局と同外閣団体である、名古屋交通開発機構と提携し、名古屋市営地下鉄駅構内のミニコンビニ店舗、ルー、ショップの運営をしていた。2011年5月頃より、 サークル K のミニ店舗フォーマットであるサークル K ミニに順次切り替え2012年9月に転換を完了している店舗数は25店舗ユニーファミリーマートホールディングス株式会社当社完全子会社によるポケットカード株式会社の株権に対する共同公開買い付けの開始に関するお知らせ2017年9月30日閲覧 BSS 会社概要。2017年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月1日閲覧。株式会社サークル系サンクス。新たにミニ店舗の展開を開始します5月23日。サークル系ミニ名古屋久屋大通店をオープン。2017年9月30日閲覧。ありがとうございます。